高島の、行っちゃっていいですか？濡れ落ち葉にはなりたくない。もう全然違いますよ。こわばってますもん。全然怖いです。怖いです。カメラが怖いです。はい、怖いです。いい顔されてますね。そうですか。今日はじゃあ、はい。行っちゃっていいですか？第8話。そうです。まずオープニングね。オープニング。はい。はい、先日、都道府県魅力度ランキング2020が発表されました。そこでこの番組で何度か、取り上げてます栃木県がなんと47位最下位ということで衝撃が走りましたね。今まで何位だったんですか？42位だったみたいですよ、去年は。でも栃木なんでワースト1なんだろう。ちょっとニュース見たんですけど、栃木県知事のコメントで25位を目指してたと。今年。はい。みたいですよ。これなんででしょうね。なんででしょう。原因知りたいですよね。ね。うん。やっぱり何事もブランディングも全てですけど、何事も現状把握ですからね。ね、何の魅力って意味なんでしょうね。そう。でランキングを上げたいんだったら、このランキングを上げるところの基準、審査基準をね、把握するして攻めないとダメですよね。私今年佐賀とかも、はい、今年だって去年かな行きましたけど、はい。すごく良かったんですよ、佐賀県がね。だけど45位。そうなんですよ、佐賀は45位なんですよ。あれ、46位がどこでしたっけ？徳島県。ね？それを抑えて栃木県が47位。すごいね。抑えてという意味がね。そう。話が全然広がらないけど。これがあれですか？話広がんないけど。なんかやっぱカメラが向いてるとダメなんだ。そうでしょうね。顔もこわばってるし。眩しいし、こわばってるし。だから怖いもん、カメラが。カメラが怖いんだ。眩しいな。じゃあちょっと変えましょうか。栃木県の一番の魅力はこれだ。俺、それ怒られるよね、これ。めったなことを言うとね。言っちゃっていいですか？やっぱり人ですね。滑ったというね。今人っていう非常に魅力的なものは、まあ、あるとしまして、それは覗いてですか？それはちょっとやっぱ共通しすぎてるので、栃木ならではっていうところ、ズバッとならでは言っちゃっていいですか？距離感と自然。弱い、分かりないで。距離感って何ですか？都内からの距離感。あ、距離。都会からの距離、アクセス。アクセスの良さ。はい。自然。手軽にゲットできる。それはガッチリマンデーの。ガッチリ。もっと絞ってください。栃木にしかない。にしかない。これあんまり重ねね、繰り返していくと怒られますから、はい、どん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 。もう3回目で正直にここで決めていただかない。栃木ならではの、うん、栃木ならではの早く栃木ならではの、栃木ならではの5回目ですよ、もうそれ。何だから今、いや、ありますよ、いちごとかね、餃子とかね、
まあ、いろいろあるけども、うん、あ、いいじゃん、とちおとめ、とちおとめですよ、あったじゃないですか、とちおとめ、ここって言われると急にやっぱこ、あ、だから国民性、ごめんなさい、県民性、奥ゆかしさが、そう、それをこうアピールするのをためらわせる、そうそう、そう、だからそれ、ほら、日本人全体も奥ゆかしいけど、さらに栃木県民奥ゆかしいという、そんないいんだよっていう、そう、人が言ってくださればと、そう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 、そんなねっていうこういう声を大にして、そんな我々は他にもねありますしっていう、この奥ゆかしさが今、うん、激しく露呈した出たっていう、そういうところがあると思いますね。あとはもう佐野ラーメン、あー、佐野ラーメンってあのこう竹でね打つんですよ、麺を、青竹で、だからちょっとこうヨレヨレしてるんですよ、麺がヨレヨレしてて、スープが絡まって、はい、やっぱり栃木いいとこ巡りやりたいですね、やりたいですね、発見、再発見、再発見、高橋長島の栃木再発見の旅、ぐーっと、あの子に書いてる、荒木に、違う、ジフアニメするの、ブワーって筆で、筆で、栃木再発見、ぐーっと、鬼滅じゃないの。ぐーっと。うん、丸にね。丸と。筆で。うん、いいですね、うん。じゃあご飯食べに行きますか。行きましょうか。来週はどうなるんですか。来週ですか。来週はまた戻ってラジオになります。そうですね。通常ラジオをお伝えしたいと思います。よろしくお願いします。お便りこちらへ。これが世に流れるの？これが世に流れるんですか。本当ですか。